皆さんこんばんは、えー、ロットマンです今日も、えーまあ、いくつか届いてるんで、えー、一緒にチェックしていきたいと思います、えー、今週は UK と、えー、ネイザーランドだからオランダとアメリカから 3, 3つ来てますじゃあ早速イギリスから開けてみたいと思いますやっぱり こういうのも、あ、は、れ、い、ですね、歯はちょっとにして出さないと危ないので、歯はちょっとにしてください。最近、アメリカから、まあ、ちょこちょこ買うようにし,したんですけど、イギリスとかヨーロッパよりもアメリカの方が送料高いことに気づきましたね。これ結構一つポイントかと思いますんで、まあもうなんかどうしようもないのかもしれないですけど、 そこの,なんてうのだろうアメリカの店にしかないんだったらでアメリカの店はね7インチでも23ドルが最低の,あのシップメント料金というかあの送料になってましてだから2500円くらいが7インチ1枚買う,買うためにその2500円くらいがちょっと最近の相場になってます。もうで国内の なんだろう業者の人から買っても10ドルちょっと 10, 10ドルから10ユーロ10ポンドたまになんかすげえ人がいて10ポンドで請求してくる人いますけどまあそんな感じで1000円ちょびちょびぐらいですかね結構送料なんか若干安くなったのかなと思ってましたけどまあそんなことはない感じで相変わらず。 シップメント高いっすね今回はえまずイギリスの分ですねちょっと3枚買ってみましたあれこれ足りてねえんじゃねえかなと思ったけどまあ一番欲しかったのはこれかな多分分かんないけどこれかもしれないしこれは棒7インチのマニアの方のやつから見たら有名っすよね で、版はもう最高、ウルトラ、ミント。ということで、まずはこの3枚。イギリスから、以上イギリスから。続きまして、えっ、ー、と、オランダです。ニーザランド。どういう、このね、オランダもね、まあロ、俺はね、ロッテルダムとアムステルダムぐらいしか行ったことないんだけど、オランダは。もうアムス目当てで完全に行って、若い頃に。 でもなんか倒れた気が記憶しかないところなんだけどで2枚ですねで一番欲しかったのは、えー、久しぶりの入荷になるやつこのこれこれがもう超欲しく,なっ欲しくてまあこれうなんか最近仕入れてねえなーみたいになって一時期ずっと売り切れてたから久しぶりに買ってみました やっぱこの曲は本当最高なんでぜひ聴いてみたい見てほしいと思います。であとまあこれも、まあ、売り切れだったんでちょうどいいなと思って2枚買ってみました。これで、えー、ドイツの分、ドイツじゃねえー、オランダの分が終了。で最後、アメ版。名版は何買ったんでしょうかね。もう忘れてますよね、こんな結構タイムラグあるし。あと最近ね、結構すごい量買ったんですよ。20, 20パックぐらい。 買ったんで、あのー、まあ、ちょび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 送られてくると思います。まあお前あと試験が終わって少し跳ね伸ばせるといいななんて思いながらね、あのー、いろいろまあ、ディスコグ見たり他の国内のレコード屋さん見たりいろいろしてますけど、ちょっと国内のねあのレコード屋さんで買った分はなかなかお見せできないんですけど、この間もちょっとかまあ一応収録はしたんですよね。こう開封してますみたいなまあ一応それもまあディスコグス経由で買って ちょっと何だろう、うん、内容があんまり良くなかったんでなもしかしたらお蔵入りになっちゃうかもしれないですねでえー、早速開けていきたいと思いますすごいですねこのいい加減さ具合俺の商品に何てことするというような感じですけどはいまずこっちこれはまああのー、アルバム というかかサントラななんのかな正確には、まあ、コンピみたいなアルバムになってまして、まあ、歌物ラップとか好きな人にはまあ有名なやつですね、えー、あんまり見かけないかもしれないですあんまり見かけないといまか、あ、プロモンリーだからね、まあ、見かけないんだろうけどねやっぱりで、えー、久しぶりに、えー、入荷しましたで、えー 7インチも結構かけますで最近はまああのー、ちょっとアマチュア系のダンクラが自分の中でのなんだろうこうプレーに入れてくブームみたいなのが来てまして、まあ、今まではちょっとそういうのをやってこなかったんですね自分の中で。まあ心境の変化というかなんというかわからないですけどこう定番をまあかける っていう流れの中でまあ R&B の限界なのか俺の DJ としての限界なのかわかんないですけどそういったものがちょっとあるってまあ、ダンクラーも少しずつまあ入れていきたいなみたいなところをちょっと思ってます。でだでまあ,あのの早い よりもゆっくりしたまあなんか古き良き時代のアマチュア系ソウルの方がまあ自分らしいかなと思ってるところがちょっとあってそういうのも買ってますねまあなのでちょっとダンクラーが多いかもしれないですねであとまあマイケルとかもこうちょっと定番も売れちゃうってるんでおこれはあれですね 邪魔版が来てししままいましたね、うん、で久しぶりに I like it, 第2次アラビン、I just want to be が久しぶりですね。で、頼んだ記憶があんまりないですけど、ニ、え、ュージャックも来てます。で、カティス・ブローン、タミアップ。 ザ・ブレイクを頼んだ記憶があるんですが、た、まあ、多分もう間違ってるんでしょうね、俺の認識が。まあ、そんな感じで、えー、以上、US も終了ですね、えーまあ、この LP2 枚のためにめちゃくちゃ高い送料になってるんですよね、確か38ドルだった記憶がします。約4000円払って、えー こんだけしかきま4,000円あったらまあなんかちょっとした中古レコード屋さんで豪遊できるんじゃねえかなと思うぐらいの送料ですね。うん、何枚買ったの ?12345678。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8枚ですね7インチ8枚だから全部で10枚10枚で4000円まあ頑張って送料節約してる感じはしますうん本当になんか海外で買う時はもう送料をどれだけも圧縮できるかはまああのなのでだからま,あまあでもそれだっつったって1枚3ドルぐらいがもう限界なんですよねあのー、もう今のこの間300枚あ300枚100枚買って300ドルだったんですよね 正確102枚かな。で、それで300ドル送料来たんで、それが多分一番安かった単価ですね、送料としては。で、さらに2枚。で、UK から、えー、3枚なんで5枚。7インチ12枚の、えー、12インチが2枚。これで、えー、今回の。 まあ今回届いた分つつ最初の段階でですねでこれからまたさっきも言ったけど結構ちょっとまとめてねちょこ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 買い出したんでまあ単品1枚のレア版はちょっと紹介できないかもしれないですけどあとはまあなんだろう何個かは紹介できない可能性が高いですけどいいやつ買ったんでまあそれはあの12月の放出やればまあやればになっちゃうけど。 まあそれをちょっと楽しみにしてもらいたいかなっていったところですね。まあそんな感じで、まあ、このチャンネルでは、えー、買ったものをこう紹介していこうかなってずっという思ってまして、でこれがまあ1週間に1回ぐらいを想定してて、あとまあ最近ちょっと頻度を上げて、1週間に1回曲を紹介するみたいな、だから週2回のパターンに行こうかなと思ってます。 週末はこうレコード屋のやつをやって週の頭か半ばぐらいにまあアップしてで週末はあの曲の紹介みたいな,なんだろうまあわかんないけどこんなような何ていうのマニアックなあのなかなか見ることもないような CD とかを中心レコードとかを中心に出していきたいなと思います。 まあそんな感じで引き続きよろしくお願いします。たん、あ,あのチャンネル登録、ぜひお願いいたします。